粕谷陽一です。愛知県知多半島の東浦町出身です。現在ここで暮らしている地域のお母さんたちと一緒に国栖食堂という名の地域の食堂を経営しています。移住のきっかけは、僕が愛知県にいた頃に勤めていた会社の上司の方が吉野の出身の方で、その方に僕は仕事面でも、性格面でもとても惹かれていました。そしてそんな素敵な上司の方が育った吉野の土地にとても興味を持つようになり、気がつけばここ吉野へ移住していました。好きな場所はこの景色が見えるこの場所です。ここで暮らす日々は初めての連続ばかりでしたが、いつも素直な気持ちでいろんなことを受け入れようという気持ちでいました。まず自分自身一人暮らしが初めてで、移住自体ももちろん初めてだったんですが、なんかもう地域の人たちがあまりにもあったかすぎて、で当然ここに住み始めた時もいろんな困ったことがあったんですけど、その度になんか地域の方がいつも救ってくれたっていうか、もうそういうところが本当にこの吉野のいいところというか、なんか移住する上で困っている人がいるんだったらもう全然心配しないでいいよっていう感じです。